皆さん、こんばんは。投資の隠れがいようこそいらっしゃいました。今週も AI 予想を参考にして、しっかりと利益を出すことができたと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。それでは、今週の日経平均株価を振り返っていきましょう。まず、今週の日経平均株価は下落し、先週末比で505円安い27,777円で終えました。 11月30日にパウエル米国連邦準備理事会 FRB 議長の講演を控え、終前半は値動きの少ない、膠着した相場展開となりました。30日のパウエル議長の講演では、12月の米国連邦公開市場委員会 FOMC で、利上げペースを緩める可能性が示され、米国の株式市場は大幅に上昇しました。これを受けた12月1月日日の日経平均株価も上昇し 一時28,400円を回復する場面も見られまし,たしかしその後利上げ減速の可能性や足元での弱い経済指標から米国の長期金利が一段と低下し為替市場では1ドル135円台前半まで円高が加速しましたこの円高を背景に12月2日の日本市場では先物指導で売りを仕掛ける動きが目立ち日経平均株価は500円を超える急落となりました 今後もボラティリティの高い動きが予想されていますが AI ではここから長期投資を始めよというシグナルが出ていますのでこの動画ではここから投資をしていきます今後投資状況をこの動画で報告していきますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ 絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。